はい、花組対戦コラム数やっていきましょう。前回ストーリーモードコーランをやりまして、おかしくなった花組の面々を、拝むことができました。よければそっちの動画も見てください。今日もちょっとストーリーモードやっていきたいと思います。お、そうですね、プレゼントコーナーでこの2人のストーリーを開いたので新しく出てきていますね。月組隊長香山雄一と副司令の藤枝あやめさんがストーリーで登場してますね。まあこの2人はちょっとまた後にしようかな。じゃあ今日の主役は、そうだね、アーケードモードを少年レッドとかの方でなかなか扱ってない人をフィーチャーしたいなと思うんで、アイリスにしましょうか。だいぶもう15年ぐらい前にこのゲームやったので、もうストーリーほとんど覚えてません。さて最初の第一声どんなセリフでしょうかね。なんかあったんでしょうね。アイリスは大神のことをお兄ちゃんって呼んでますからね。最初に出会った時は9歳で、この大正14年の時はもう2年経ってるから11歳かな。大正14年某月某日、傘をかぶった月が明日の雨を約束していた頃。あら、ヤポールがいなくなっちゃったの。ああ、そうですか。ジャンポールがちょっと行方不明になったんですかね。それは分かったから落ち着いて、アイリス。それで最後にジャンポールを見たのは？お風呂に入る前。なるほどね。お風呂に一緒には入んなかったのかな？一緒に入らなかったのかい？ジャンポールとよくこう持ってそのまま行ってるシーンとかがあるもんね。じゃあ誰かが持って行ったのかな。なんで？なんでジャンポール？それはわからないけど。お兄ちゃんお願い、ジャンポールを探して。まあそうよね、親友ですからね、探してあげないといけませんね。まあもちろん探しましょう。よし、探そう。誰かがジャンポールを持ち去ったのか探すんだ。ありがとう。お兄ちゃんって優しい。だからもう泣くんじゃないよ。優しいね。うん、そしてジャンポールはいなくなった。さて一体どこから探したものか。そうだよね、当てがないよね。誰がジャンポール連れてっちゃったんだろう。そうだな、ちょっとじっくり考えさせてくれないかい。わからん、レニかな。わからん。レニじゃないかな。アイリスに意地悪したかったとか。レニはそんなことしないもん。ああ、不正解か。ただ他の選択肢もちょっと違うけどな。冗談なのかどうかよくわかんないけど。どうしたんだい。思い出した、お風呂に入ろうとした時お姉ちゃんが近くにいたんだ。どのお姉ちゃん。ゆりお姉ちゃん。ほう、まさかゆりくんがな。まさかだよね。そうか、よし、ゆりくんに会いに行こう。あら、どうしたんですか、大神さん。ゆりくん、ちょっと聞きたいことがあるんだけど。お姉ちゃん、ジャンポール持ってったでしょ。お、もう決めつけにかかってるね。え、持ってってないわよ。ちょっとうろたえてるな。お姉ちゃん、なんか変。怪しいね。
ことないわよ。絶対怪しい。絶対絶対なんか隠してる。うん。そうなのかい、ゆりくん。すいません。ちょっと急ぎの用事を思い出したので。怪しい。対決だね。コーラのストーリーモードでは対戦がなかったので、ちょっとストーリーモードでは久々な感じしますね。さてどうしようかな。アイリスの戦い方でいけば、攻撃に限界があるからな。風だとちょっととどめさせない感じがするよな。これはちょっとずるい感じがするので今回避けましょう。迷ったら林かな。林で行くか。お、向こうも林です。はい、三人娘との対決ですね。向こうもこっちも気合補正。ストーリーモードだとそれぞれのその信頼度がそのまま気合という気合修正という形で出るので、ゲージの溜まるスピードに関わりますが、今信頼度がどちらもフラットな状態なのでお互い補正なし 100% のままですね。よっこいしょ。はい、アイリスは防御力が一番の売りなので、ちょっと追い詰められる場面とかがあってもゲージが溜まりさえすればすぐにひっくり返すことができますね。はい、2連鎖貯めましょう。はい、赤の、あ、黄色で斜めで導火線つけますか。お、結構大連鎖になったけど、ちょっとゲージがロスった感じありますね。そうなんだよな、攻撃したところでアイリスの時宝石は数字がちっちゃいからすぐ元に戻っちゃうんだよね。するとあんまりかえって相手のゲージを貯める手助けになるだけなので、よし悪しではあるよね。決め手にならないからな、なかなか難しいな。つけましょう火を。はい、貯めて、ほんのいしょで紫斜めよいしょ。黄色きたな。よし、オッケーオッケーオッケー。はい、で青の連鎖をついでにして、一旦また攻撃か。ただ今やってもまだ決まらないだろうな。紫欲しいな。紫きたね。一応あれだな、こっちが攻撃してることによって防御でゲージを使わせてるから、そういう点では全く攻撃の効果がないわけではないな。ただこういうパターンの戦いって逆転されるケースが多いんだよね。つついてるうちに一瞬の隙をこちらが突かれて、いいえ、どうしよう。はい、それで一発の攻撃で負けてしまうっていうことはあんまり珍しくはないので、ゲージがもう一本溜まればいいな。ゲージがもう一本溜まればいいな。魔法石よし、ちょっと逆転というか一回フィールドをクリアにしましょう。決まらないな。いや、長期戦だな、どうしても。
ーまた防御だ。防御されちゃうと決まらないよね。まあユリだって早くアイリスから逃げたいだろうからね、明らかにやましいことがあるでしょうから、ちょっとそう簡単には負けてくれないよね。1連鎖2連鎖、またフィールド消えちゃうな。難しいな、アイリスでどうやって勝てばいいんだろう。はい、2連鎖しようか。あー長くなっちゃうな。初めて攻撃してきたけど、三人娘の攻撃は3色だから、じっとしてればこうやって揃って消えてくるんだよね。ちょっと危ねえな、防御しよう。はい、まあ防御力があるからこうやって大きい攻撃されてもうろたえずに済みますね。はい、まだこれからですよ。はい、うん、はい、残念さ、うん、やっぱり長期戦になっちゃったから警告が出ましたな。警告が出るとそこからは嫌いが落ちてきますね。やだ、こうやって消えなくなってくるんですよ、嫌いがあると。そこは何ももうどうやったって消えません。攻撃2のレベルでどのぐらいの段数の攻撃なのかな。左から3番目がそこそこ積んであるからこれで勝ちましたね。ちょっとやっぱり苦しいんだな。ゆりくん、知ってることがあるなら教えてくれないか。すみません、今は何も言えないです。うん、何かは知ってるんだね、やっぱり。ジャンボール、じゃあ、さくらさん、え、さくらさんに聞いてください。今私が言えるのはそれだけです。うん、なるほど。それじゃあ、失礼します。とりあえず何か複数の人が知ってる様子があるんだね。行っちゃった。お姉ちゃんひどいよ。うん、仕方ない、さくら君に話を聞こう。うん、さくらの部屋ですね。というわけでゆり君がさくら君に聞いてくれと言ったんだ。もうこんな夜なのに未だに和服で過ごしてるのかい。そうですか、ゆりさんが。さくら、ジャンポールどこ。さくら、うん、まあここは厳しく聞いてもしょうがないでしょう。さくらくん、言いたくないことだったら言わなくてもいいんだよ。大神さん、でもアイリスはこんなにジャンポール探してるんだ。わかるね。ジャンポール、ジャンポール、ジャンポール。今ちょっと気分が優れないの。ごめんなさいアイリス、また明日。仮病なんてダメ。仮病じゃないのよ。さくら、カンナが来ましたね。待たせたな、とっとと買い出し行こうぜ。カンナさん、買い出しと思ったけど、あたい一人で行ってくら。カンナもなんか知ってるね、この様子だと。あ、カンナさん、さくら、やっぱり仮病だ。仮病じゃない。急に元気になったんだね。だからその嘘がつけない。頭きた、絶対許さないからね。頑張ります。はい、対決ですね。
ちょっと林作戦だととどめが刺せないね。火で行ってみよう。気合修正がかかってますね。はい、2戦目ですね。2つ目のミッションはさくらに対決で勝ってジャンポールの居所を聞くという内容ですね。それにしてもジャンポールみんな何してんでしょうね。なんかどっかにあることを知ってるんでしょうね。とりあえず作戦は火に変えました。火作戦はレベル4までいけるけれども、ただレベル3以降は防御禁止になります。だから防御の必要がある場合についてはもうレベル2までの段階で決断しないといけないんだよね。まあアイリスについては防御力がかなりあるので、本当に防御が必要な場面についてはレベル2の段階でやってしまってね、決断できると思うんですよね。やってああ無駄だったってことはないでしょう。カンナとかみたいに防御力があまりない人だとね、防御してもなんかスズメの涙だったりしますけど。上失敗した。はい、斜めでやって、まあここはちょっとために行きましょう。さくらの攻撃は時宝石のカウントが小さいので、もし攻撃されたとしてもこうやって落ち着いてやることができますね。はい、レベル4なら効くでしょう。とはいえちょっと今状況がそんな良くないね。まあ防御で対処してきたね。ほい、1で効くかな。まあ悪くはないな、悪くはないけどそこまででもないな。防御、そうだね、割とこうやってポツポツと攻撃していけば向こうも防御という手段に走ってくるから、火でもいいのかもな。火でもいいかもな。一回レベル4やっちゃえばちょっと向こうが焦ってくれるからね。さくらくんもう観念したらどうだい。まあこんだけ粘ったらなんか喋ってほしいよね。はい、でも今は言えないんです。本当にごめんなさい。私買い出しに行きますから失礼します。どこに行くんだろうね。カンナと一緒に何を買いに行くのか。逃げられましたね。さてどうしたものか。みんなアイリスに意地悪してる。そんなことないさ、きっと理由があるんだろう。おかみさんも理解してくれてますね。何かはちょっと分かんないよね。それに意地悪するようなみんなじゃないだろう。そもそもはな。あら、隊長、アイリス、マリアが来ましたね。何をしてるんですか。ああ、マリア。マリア、聞いてよ。直接聞こうか。実はジャンポールが見当たらないんだ。てるくせにみんな知らないって言うんだよ。それはいけないことね。でも何か事情があるんじゃないかしら。まあマリアもそう考えるよね。何かまあその悪意のあるような仲間ではないよね。俺の言った通りだろ。レニだってあなたを驚かそうと。あらちょっと、レニがジャンポール持ってったの。それはごまかそうとしてレニに会って聞いてみる。口が割れてしまったパターンですね。しょうがないわね。
ここは絶対通さないわよ。